ホーフガイスマーは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル郡に属す、小都市である。ホーフガイスマーは、グレーベンシュタインとトレンデルブルクとの間、レムペ川がエッセ川に交流する河口に面しており、カッセルの北約 25km に位置している。地域は、海抜 124m から 392m の間にあり、中核区は、平均 165m の高さにある。 ホーフガイスマーは、北はトレンデルブルク、東は市町村に属さない、グーツ別クラインハルズバルト、南はグレーベンシュタイン、西はリーベナウと境を接する。ホーフガイスマーには、中核宿のほか、以下の宿が属している。考古学的な出土品は、地域内に約700年前から継続的に定住地があったことを示している。ホーフガイスマーは、 マインツ大司教ジークフリート一世の文書中、1082年にハベガイスマリとして記録されている。当時すでに300年前に設立された不木農場が存在していた。これは現在まで通りの名前に残されている。旧世紀末以降、ホーフガイズマーはキリスト教家されたフランク人領主に属し、騎士によってマインツ大司教領となったのである。 オーブゲイスマリ入植地は1223年にマインツ大使教領ジーク・フリート2世によって都市圏を授けられた。その後、すぐにこの町は教区の中心地に発展していった。旧市街の聖母マリアに捧げられたリーベフラウ教会に教会参事会とともに助祭長区が設けられた。ディーメル川流域、あるいはベーザー川上流域における マインツ大司教の世俗権力は12世紀初めにすでに建設されていた近隣の防衛城祭、シェーネベルク城にも及んだ。現在に至るまで死の紋章に描かれている和の衣装、マインツアーラートが当時を忍ばせる。現在のアルトシュテッター教会13世紀の都市の創世紀には確立した領主化の所領の他に修道院や 死教座協会主席司祭の建物及びアルトシュタット、ノイシュタット、ペトリシュタットといった入植地があったことが証明されている。この頃から視聴者のボールトやアルトシュテッター協会の塔、現存する都市防衛施設の一部が作られた。この防衛施設は内部に通路を持つ高さ約5メートルの壁とその前に横たわる堀からなる。13世紀には、 現在のザーバブルク区の城も建設された。ヘッセンホウハク・ビルヘルム1世は1490年以降、この城を狩りの城と馬の飼育場に改築した。1571年、ビルヘルム4世はザーバブルク城の麓にザーバブルク動物園を創設した。これはヨーロッパで最初の動物園の一つであった。マインツ大司教兵での間、1462年に、 ホーフガイスマーは、教皇によって任命された、マインツ大主教ディーターフォン・イーゼンブルクへの、忠誠心のために、新しい大主教アドルフ2世、フォンナッサウと結んだ、ヘッセンホーハクルートビヒ2世による何週間にもわたる、包囲を耐えなければならなかった。同様に包囲された、シェーネーベルク城が最初に陥落した。その後、包囲軍は近隣を略奪し、城山の建物を瓦礫になるまで砲撃した。 大主教フェーデの戦争責任のために、アドルフ2世は1462年にディーメル側と、ベーザー側との間のマインツ主教領を、ルートビヒ2世に担保として差し出さねばならなかった。これにより、ーフガイスマーもヘッセン領となった。市民は、大主教の自由に処分できる七草となることに対して、抵抗したが、ハクはこの都市を軍事的に屈服させた。翻白フィリップ一世のもと、 ヘッセンはホムベルク教会会議の後プロテスタント化された。司教座制度参事会やフランチェスコ会修道院は廃止された。フィリップの死後、遺産分与によってホーフガイスマーは年長の息子、ビルヘルム四世が治めるヘッセンカッセル法白領に属すこととなった。1582年のビルヘルム四世と新しいマインツ大司教ボルフガング・フォンダルベルクとの 間のメルラウアー協定後、最終的に、ヘッセンカッセル網白への所属が確定した。30年戦争以前のホーフガイスマーの人口は約2500人であった。この町の現存する木組建築の一部は17世紀の、ものである。30年戦争の混乱下でホーフガイスマーもひどく、損害を受けた。まず、1623年から約7年半にわたり、 ティリー将軍の不評、騎兵、砲兵が占領軍としてこの町に駐留した。1635年にスウェーデン軍がホーフガイスマーを奪取した。1637年8月31日の攻撃は基地長ハンス・エレンベルガーが率いるヘッセン守備隊と住民自身によって防衛に成功した。1642年と1647年にこの町は 新たな略奪を受けた。人口は戦争前の約1、3に減少した。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1655年頃のホーフガイスマー・カール・ホーハクは17世紀後半にホーフガイスマーにもフランスからの宗教難民を定住させた。彼らは1685年にフォンテーヌ・ブローの直令によってフランスでの信仰の自由が失われた後、 故郷を喪失したのであった。1698年に、ルイ14世の命令により追放されたユグノー派や、ワルドー派の信者もここに、新たな故郷を見出した。ホーフガイスマーでは1686年2月22日に、フランス改革派の組織が創設された。その後、カールスドルフ、ケルゼト・シェーネベルク、フリードリヒスドルフといった周辺のユグノー派の入植地でも、 同様の組織が設立された。ホーフガイスマーのノイシテッター協会では、ドイツ改革派の祭事とともに、フランス改革派の祭事も執り行われた。フランス改革派の初代の牧師、デビッド・クレメントは1725年1月29日に、ホーフガイスマーで亡くなった。ノイシテッター協会の記念版が彼を検証している。1470年にはすでにホーフガイスマーで、 数人のユダヤ教徒が資料に記録されている。ホーフガイスマーのユダヤ教組織は18世紀後半には存在が裏付けられる。1764年にペトリプラッツ、ロッケンハーゲン地区にシナゴーグが建設された。はじめはヘッセンカッセル砲白領の全ユダヤ人組織に属した。1783年時点のホーフガイスマーの ユダヤ人組織は107人の構成員があった。この数は1861年まで増加を続け、219人となった。ゲズントブルンレンの源泉18世紀に、ホーフガイスマーはゲズントブルンレン区を有することで温泉町となった。源泉の周囲に建つ建物が、現在もそれを忍ばせる。30年戦争の時代、すでにゲズントブルンレンの源泉は負傷した兵士に、 発見され、治療効果をもたらすことが期待されていた。1787年から1789年に、サイモン・ルイス・ジュ、ライの設計に基づいて建設された、古典主義建築のシェーンブルク城は、もともとは、ヘッセン・カッセル・紅白・ビルヘルム旧世の夏の居城として建てられたもので、現在は、ホーフ・ガイス・マー・福音・ハーアカデミーが入居している。福音・ハーアカデミーの建物のほか。 現在、ゲズントブルンネンには特に老人、養護施設が建っている。七年戦争は、ホーフガイスマーに甚大な経済的損害をもたらした。特に1760年から1762年のディーメル川沿いの人地戦の影響が大きかった。イングランドに金で雇われたヘッセン軍は、フランスと戦った。1808年からホーフガイスマーは、 フランスの支配下で創設された、ナポレオン・ボナパルトのマッテージェローム王が治めるベスト・ファーレン王国に属した。ライプツヒの戦い以後、この人工的な国家の飛び地は廃止され、ヘッセン・カッセル・ホーハク領が再興された。先帝公、ビルヘルム二世とその息子、フリードリヒ・ビルヘルム一世のもと、1844年からフリードリヒ・ビルヘルムス北線の建設が始まった。この鉄道は、 カールスハーフェンからカッセルを経由して、ベベーブラまでを結んでいた。軍事都市であり、郵便の宿駅であった、ホーフガイスマー近郊には1848年に、この新しい路線のための駅が設けられた。また、もう一つの駅が、現在のヒュンメクに作られた。フリードリヒビロヘルムス北線は、ヘッセン先帝高領発の鉄道路線であった。 1848年3月30日に、クレーベンシュタイン・ヒュンメ・カールスハーフェン間のいわゆるカールス鉄道が開通した。これは、カッセルからベーザー川の港までを結ぶ唯一の路線であった。1866年に、ヘッセン選定工領がプロイセンに併合された後、フリードリ・ヒビロヘルムス北線は、ヘッセン北線と改名された。ヘッセン・カッセルホウハ白は、 1866年に廃止された。広島戦争の結果、プロイセンによって併合されたのである。これにより、ホーフガイスマーシもプロイセンのものとなった。また、国営温泉、バート・ゲズントブルンレンは廃止された。1885年から1892年のマイエルシュ・百科事典第4班は、ホーフガイスマーシについて、 プロイセンのカッセル県に属す軍庁所在地、エッセ川とプロイセン国営鉄道シュベルテカッセル線沿いに位置しており、二つのプロテスタント協会、区裁判所、六年生実家ギムナジウム、書籍と石板の印刷所、爆画工場、上流酒製造所、化学会社、木工所、レンガ工場、軍事製品工場、大きな森があり、中東兵を含む主に、 プロテスタントの住民四千三百四十三人が住むと記している。豊フガイスマーに駐留したヘッセンこのエケーキ兵は八百六十七年のケーキ兵第十三連隊にその起源を持つ。八百七十五年からは竜気兵第五連隊、後に竜気兵連隊、マントイフェル男爵と称した。聖ペトリ教会プロテスタントに深く帰依したこの町で カトリック教会は1892年に創設された。カトリックの聖ペトリ教会の建設は1897、1898年に完成した。この教会が始めは、ニーデマイザー通りの家に礼拝堂を設けていたというのは根拠に乏しい。カトリックの司祭館は1906年に建造された。それ以前、世紀後期にはすでにあるとしてった教会で、 カトリックの中流兵士や市民のための祭事が行われていた。第二次世界大戦後には多くの難民によってカトリック住民の人口は大きく増加した。1948年には旧ホーフガイスマー軍に2万2000人の信者を数えた。1868年の集計によればホーフガイスマーの人口は3708人であったが、 1906年には4600人に増加した。国家社会主義の時代、ホーフガイスマーモシにお点を残している。早くも1930年9月14日の選挙で NSTP がこの市の第二政党となった。突撃隊は駅前通りに近いフィルステンベクの建物に集会所を有していた。プロテスタント系新聞。 カッセラー・ゾンターク・ブラッドの1933年4月9日付の記事によれば新しく選出された市議会はラントビルトロムフをーフ・ガイスマーの市業制責任者として選出した。さらに1934年5月13日のゾンターク・ブラッドの記事は NSTP 地方支部指導者のレッテがホーフ・ガイスマーの新市長に選出されたと報じている。 クワヘッセンオークダクにおいても、社会民主党員や共産党員が新たな権力者によって迫害されたが、ユダヤ人に対しては特に熾烈であった。1764年に建造されたホーフガイスマーのシナゴーグは1938年11月9日から10日に、かけての夜に完全に破壊された。ホーフガイスマー私立博物館のホームページでナチスの時代に犠牲になった。 ホーフガイスマー氏、旧ホーフガイスマー軍、旧カッセル軍、旧ボルフハーゲン軍出身の453人のユダヤ人の名前、青年、没年を知ることができる。ホーフガイスマー市民にとっての第二次世界大戦は1945年のアメリカ軍入場によって終結した。1821年から1972年までホーフガイスマーは、 ホーフガイスマー軍の軍長所在地であった。ヘッセン州の地域再編に伴い、1970、1971年に、それまで独立した町村であったベーバーベック、カールスドルフ、フリードリヒスドルフ、ホムブレッセン、ヒュンメ、ケルツェ、シェーネベルクが、ホーフガイスマーに合併した。ホーフガイスマー市長者、ホーフガイスマー市の市議会は、37議席からなる。市長は、 マルクス・マンスバートである。ホーフガイスマーの紋章は赤字に銀のゴシック様式の建築構造物と、その下に銀の輪が描かれている。このマインツの輪はこの町が1462年までマインツ大使教領に属していたことを示している。イバラ姫の城とされるザーバブルク城この町の見どころは、例えば以下のものがある。さらにホーフガイスマーは、 ハーナウからブレーメンに至るドイツメルヘン街道に面している。道路、ホーフガイスマーはカッセルから北に約2 5トルの連邦道 B83 号線沿いに位置する。約2 0トル離れた場所を連邦アウトバーン A44 号線が走っている。旅客交通、ホーフガイスマー駅は鉄道バーブルクホーフガイスマーカッセル線に面しており、 レギオトラム RT3 路線とレギオナルエクスプレス17番路線が運行している。カッセル中央駅からはレギオトラムで約30分、レギオエクスプレスで20分である。ホーフガイスマーには密な市バス網があり、各地方から様々なバス路線が乗り入れるバスステーションがある。ホーフガイスマーは北ヘッセン交通連盟に属す。ホーフガイスマーには2つの敷地を持つ。 基礎家庭学校が一校、学習困難児童のための学校が一校、総合学校が一校、職業学校が一校と、ギムナジウム上級学年校が一校ある。さらに、音楽学校と市民大学もある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。